エドワード・マイブリッジ、エドワード・マイブリッジ、エドワード・マイブリッジ、1830年4月9日から1904年5月8日は、イギリス生まれの写真家。本名は、エドワード・ジェームズ・マガーリッジ、エドワード・ジェームズ・マグリッジ。イングランドのキングストン・アポン・テムズで生まれた。1855年に、アメリカに移住し、カリフォルニア州サンフランシスコで出版業界に見よ 置くようになった。1872年、カリフォルニア州元知事、ディーランド・スタンフォードは、当時一般に議論されていた、ギャロップする馬の足運びについて、4本すべての足が地面から離れる瞬間があるという立場をといた。彼は、友人との間で、これについて、賭けをしており、最高で2万5千ドルの勝負であったという話も、あるが、確たる証拠はない。 スタンフォードはマイブリッジに2000ドルで写真の撮影を依頼した。1秒で約17メートル移動する馬の一瞬を撮影するためには、シャッタースピードは高速でなくてはならず、大口径レンズと高感度の観光材料が要求される。写真用レンズについては1843年には、北斗レンダー不死紹会からペッツバールタイプ K3.7 が販売されていたが、 観光材料であるコロジオン質版は感度が低く、晴天の日でも秒単位の露出時間を要した。彼は写真感度向上のための科学研究を行い、電気技師のジョンリー・アイザクスと協力して写真装置を制作、結局5年と5000ドルを費やし、1877年の7月1日に1枚の写真を撮影、議論に決着をつけた。 さらに翌年の1878年6月15日には、この装置を等間隔に12台並べ、失踪する馬の連続撮影を成功させた。シャッターは当初ゴムやスプリングを用いたものであったが、後には安定して高速度を得るために電気式のものに改良された。これにより露出時間は1、1000秒から1、6000秒が得られた。レンズはダルメイヤー製。 焦点距離 90mm、レンズ口径 32mm が用いられた。この馬の撮影はそれまでヨーロッパの絵画表現において支配的であった。前足は前方に、後ろ足は後方にそれぞれ伸ばして走るというのが事実とは異なっていることを示しただけでなく、得られた連続写真を用いて動的錯覚をもたらしたことで衝撃を与え、喝采を浴びた。 まず、ゾエトロープと組み合わされ、次に幻灯器のように投影するための装置が作られた。図像がディナー皿程度の大きさのガラスの円盤の円に沿って並んでいるもので、と呼ばれた。投影されたのは、実のところ写真ではなく、写真をもとに描かれた絵であった。1879年にスタンフォードという人らを相手に上映され、サンフランシスコで一般にも公開された。 スタンフォードの出資により、パリとロンドンでの公演旅行も行われた。この連続写真を見たトーマス・エジソンは大いに、触発され、後に映写機キネトスコープを発明することになる。これが、シネマトグラフにつながり、映画が誕生することになる。スタンフォードの依頼から成果を上げるまでの5年という、期間は、技術的課題への取り組みのみならず、殺人事件によっても費やされた。 1874年10月17日、マイブリッジは妻の愛人であるハリー・ラーキンス少佐を嫉妬に駆られ、射殺した。殺意が明らかであったにもかかわらず、裁判では正当防衛として無罪となった。この殺人は、周囲からはフロンティア的な正義として黙認されたが、彼は判決後、中央アメリカへ去った。この一件は108年後の1982年。 作曲家、フィリップ・グラスによって、写真家という室内オペラにされた。1882年に出版された本をめぐって、争いが生じた。この本は、スタンフォードの友人で医師の J.D.B. スティルマンによって、書かれたもので、馬の足運びに関する発見についてまとめたものだった。しかし、この本には、マイブリッジの写真は掲載されておらず、タイトルページにも名前はなく、 スタンフォードに雇用されたものという位置づけであった。マイブリッジは名誉毀損でスタンフォードを訴えたが、マイブリッジが自分の功績を強調し、馬が走る時に4本の足が全て地面から離れるということも自分が最初に言い出したことで、あるとまでバりしたため、裁判所は訴えを退けた。裁判所が訴えを却下する頃には、マイブリッジはすでに別の講演を得ていた。 ペンシルベニア大学からの支援で2年間にわたり研究を行い750種類1万枚に及ぶ写真を残した。彼は1894年にイングランドに戻り自身の仕事に関する2冊の通俗書を出版した。1904年生活していたキングストンアポンテムズのいとこの家で死去74歳没。この家の外壁には 英国映画協会による記念プレートが掲げられている。遺体は仮装され、遺骨はウォーキングに葬られた。5おさむき